吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。僕が買った水槽はこちら、ジェックスから発売されておりますスリムアクアセット200-300。200はアクアテーラーズで税込み2716円、300はアクアテーラーズで2802円でした。実は2日前にジェックスがスリムアクアセット200、300、400、500の出荷を開始してます。それがアクアテーラーズが最速で入荷してくれたので買いました。400と300は同じだったので買ってこなかったです。で、500はこの猛吹雪で届かなかったので、また届いたら見ようと思います。新作の外焼き式フィルター入ってます。これ明日検証します。今日時間ないんで、とりあえず正規の外観から見ていきたいと思います。スリムアクアセット200、高いろ過能力で澄んだ水が続く、グッピーが泳いでる様子が載ってます。水槽内を明るく照らすフラッティが取り付けられる、専用蓋アクアカバーをセット、ぴったりな LED はこちらってことで QR コードが載ってます。今だけ USB アダプター付き、 USB 電源 DC5V と 1A 以上、水槽は 20cm キューブ です。こちらは提供じゃなくてアクアテーラーズで買ってきました。2716円。続いてスリムアクアセット300、こちらもグッピーが泳いでる様子が載ってます。水槽は幅 31.5cm、 奥行き 16cm、 高さ 24cm です。重さ 1.8kg、 水容量約10リットル、普通の 30cm 規格水槽のスリム版です。原産国インドネシア、共にジェックスから出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオスリムアクアセット200、300、オープン。おー、いろいろ入ってるね。こちらがスリムアクアセット200。ワイルドフレークプロバイオミニ、昆虫原料の餌、白濁りを抑える中和剤もお試し版に1回分入ってます。USB アダプター。こちらが外掛けです。スリム200は一番小さい SS1 が入ってます。取扱説明書。初心者の方はこれ読むことをお勧めします。この箱欲しかったんだけどな。これは2月中旬になんないと無理だ。プラスチックの蓋がついてます。あらかじめ1箇所開いてます。こうやれば、ここだけ開くので、ここから餌やれるっていう。ここにちょっと見づらくて申し訳ないですけど、ここにくぼみがあって電源コードを格納できる穴が開いてます。ここにフラッティを取り付けると美しくなるらしいので、ちょっとフラッティ持ってきます。吹雪テトラ、こちらフラッティです。これは別売りです。これをここにつけると、あ、簡単や。電源コードをここにこうすると、フレーム水槽って結構ダサいって言われるんですけど、こう照明がここで収まると、まあダサい割に結構かっこいいっすよね。あとね、今これ良くなったわ。昔20cm キューブ水槽のジェックスのやつ使ってたんですよ。あれテトラの水槽みたいに、こうちょっとグレーがかったんですね。ここの下の部分とかグレーの水槽だったんだけど、これ白い水槽になったね。この水槽いいなと思ったら一時期廃盤になって、その後メダカのセット商品の水槽でこの20センチキューブ水槽のフレームのやつが復活したんですよ。ただね、いやでもセット水槽セット商品いらねえなとか思ってたんで、なかなか買えてなかったんですけど、まあ今回この、まあ、新作外掛けが手に入ったということでようやく買いました。この水槽非常にいいんですよ。何がいいのかっていうと、正方形でまず美しいっていうのと、サイズが非常に使いやすい。小型魚の隔離、病気になったやつとかここに入れたりとか、あとウイローモス増えるじゃないですかって、余ったやつをねここに入れとくといい感じに増えるんですよね。あと昔やったのはこの中でテトラ繁殖させたりとか、インフゾリア沸かすやつとしてこれ使ってました。こんな感じで指一つで持てるし、あ、こんな綺麗なのか今。すごいなこの待ってくれ、これすげえな。普通に透明度が高いぞ。下はこうなってます。こういう形じゃなかったわ昔。これフラッティのあれでついてんだ、これ USB 付属の USB を取り出しまして、これです。これちょっと発熱するんで私あんま好きじゃないんですけど、ここにこうつけると、こうつけて電気入れて、あーでもちょっとやっぱりこのコード出ちゃうね。このコードものすごく入れやすいんだけど、これすぐこう取れちゃうんですよ。ここの末尾に何かこう抜けにくくするような何かが欲しかったね。ボコッとするやつ。そうじゃないとねこれ簡単に取れるわ。もったいねえなこれが。意味ないもんね、せっかくこう収まるのに。ただ20センチキューブ水槽、このフラッティ1台でもう全体的に照らしてます。スリム300です。まず蓋がついてます。これは30センチ水槽のスリム版、私は初めて買いました。こうガチャってさせて、で透明度の高い蓋で、この蓋だけでももちろん売ってます。外掛け式フィルター使う場合はここを外すっていう、そしたらここの穴が開くんで、外掛け式フィルターをしながらこう蓋をガチャってできるっていう。このフラッティを真ん中に入れて、このちっちゃい方のフラッティ使ってます。ここの電源コードまたここすぐ外れちゃうっていう。30センチだとやっぱりこの両端が暗くなるんですよね。だから全体的に照らしたいわって方はこの蓋使わないでこの辺から照らせばいいんですよ。カゴみたいの買ってきて、でカゴの上にこれ乗せればいいんですよ。これ発熱しないから溶けないんで、プラスチック、この辺で照らせば全体的に照らすことができるんで、そういうやつも欲しいですよね。これこっちじゃん。これかっこいい方の箱入ってるぞ。
最速でやったからか、こっちなんかダサいあれになってんだけど、かっこいい箱にこうセロハンテープ、ここねメンディングテープ貼ってくれよジェックス。剥がれるんだよこれ。これ明日見ます、お楽しみに。同じく USB アダプター1個とワイルドフレグフロバイオ軽気抜き材が入ってます。説明書もあります。でこれ取りにくいんだよな、これな、これ取れねえんだよ。こちらが30センチスリム水槽です。よくグッピーブリーダーとかはこのスリム水槽を、あ、アピストのブリーダーもそうかな、こんな感じで縦に置くんですよ。でこれを並べてね、マンション水槽って言って1段2段3段4段でこれ使ってるんですけど、いやいいっすよね。スリムなんだけれどもちょっと細くなったことによって黄金比の関係で美しく見えるんですよ。こちらが角です。盛り上がってないっすね。シリコンもそんな分厚くないので、そこまで主張が激しいということはなさそうです。あ、ただまあ多少盛り上がってます。テープはこんな感じになってます。これ今までないよね、ベコベコ言わなくなってます。年によってね、結構このベコベコのひどいやつがあるんだよね。でもこれ今年のやつはベコベコじゃないわ、しっかりしてる。よかったよかった。まあそのせいでちょっとシリコン分厚いんですけど、 ADA には負けますけど綺麗ですよね、透明度いいわ。でここがさ、あのフレームの白やじゃなくてこう透明なやつになってるんで、ジェクスはここ透明なフレームにしてるので軽くできるんだけれども美しさを保つという。あ、このスリム版はこことここに穴開いてます。20センチキューブは1箇所だけです。ヒーターの電源コードとか、あ、ここにも穴開いてる。20センチキューブこことここに穴開いてるわ。20センチキューブここにも穴開いてるんで電源コードここから出せますね。ヒーターした時も蓋したままできるわ。でもちょっと急ぎで申し訳なかったんですけど、最速で欲しい場合は現在はセット商品でしかこの外掛けシキュリターを手に入れることはできないので、欲しい方はセット商品、1ヶ月待てる方は1ヶ月後にこれ買った方がお得だと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。